鬼滅の刃6話やっていきましょう。ぜひとも皆さんグッドボタン、チャンネル登録ボタンよろしくお願いいたします。それではいきましょう、レッツゴー。お、これは炭治郎くんが着替えている。おお、鬼殺隊。はい、鬼殺隊炭治郎かっこいい。様になってんだよ、様になってんだよ。うん、鍛えたからな、なんか男らしくなっとるやんな。のねえ、ずこちゃん、かっこいい兄ちゃんやで、かっこいい兄ちゃんや、ええ感じや。さあ、強くなれる理由を知ったところで見ていきましょう。第6話、鬼を連れた剣士。いいですね、いいですね、始まりって感じ。お前が鬼殺隊の任務を始めるにあたって説明しておきたいことがある。今までがプロローグみたいやな、はい、今お前が着ている鬼殺隊の隊服、うん、それは特別な繊維でできている。へえ、通気性は良いが濡れにくく燃えにくい、うん、おお、すごい。ザコ鬼の爪や牙ではこの隊服を裂くことすらできない。やば、すげえ、マジか、やば。そしてお前の持っている日輪刀、うん、はい、持ち主によって色が変わり、それぞれの色ごとに特性がある、はいはい、しかし黒い歯になるものは数が少なすぎて詳細がわからない。わからなすぎて、わからなすぎて何ですか。すぎて鱗滝さん、わからなすぎて出世できない剣士は黒い歯なのだと言われている、うん、わお、これ回収されたっけ。黒い竜って、鬼殺隊でどうかはわからないけど、なんか教会前だな、人間に戻してみせます。回収された記憶ないんだけど、黒の理由って。そうだな、そうなると私も信じてる。うん、ええ子やで。どう、これを昼間妹を背負う箱だ。非常に軽いキリクモ杉という木で作った。いやー、めっちゃいい人。岩漆を塗って外側を固めたので強度も上がっている。めちゃくちゃいい人やで、本当に。何から何までな、軽いです、鱗滝さん。すごいな、光も入らんしの。うん、ええやん。禰豆子、この中に入ってくれ。うん、できるか。お、ちょっとこう動いて、うご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 う。おお、これすごいよね、こんな小さくなれるの。おお、禰豆子、これからはいつも一緒だからな。お、優しい。なんかそのちっちゃい禰豆子ちゃんが見たいわ。絶対かわいい。かわいいやろこんなん。ちょっといいか。お、なんかもうお父ちゃんみたいな感じやの。優しい人だもんね、顔に出てんだもんな、だから隠してんだもんな。鬼退治をする上では優しい顔はいらんっていうことやんな。優しい人やで、うろこだけさ、俺めっちゃ好きやん。の禰豆子、空気が良さそう。大丈夫か。お、寝てるかな禰豆子。どう、これは憶測だが、はい、禰豆子は人の血肉を食らう代わりに、うん、眠ることで体力を回復しているのかもしれない。ああ、じゃあ今はシンプルにね、お休み中だ。お子さんように、お子さんように。禰豆子、綺麗だな、畑綺麗だな。ゆっくり休んでろ。畑めちゃくちゃ綺麗だな、本当に。畑欠かしたもんな。畑、発音ってむずいよな。橋とかさ、橋なのか今渡ってるけど、日本語むずいで、本当に。マジむずいで。今から覚えましょうって言われたら無理やもん。北西の町ってここなのかな。おう、北西。なんかミッション与えられとったもんな。八山商店。おお、なんかでっかい町やね。極薬断歩。なんかいろいろとちゃんと栄えとるね。いろんなお店がありますな。うん。あらら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 ら。ら、かずみさんよ。うん。かわいそうに、やつれて。奥さん？彼女？おらんくなったやんな。お、確か。一緒にいたときにさとこちゃんがさらわれたから。さとこちゃん。わあ。めっちゃ探し回ってんだろうな。どこ行ったんやろうがって。毎晩君が悪い。夜が来るとまた若い子がさらわれる。怖っ。それだ、早い。かずみさん、うお、話をちゃんと聞いてるよ、入った瞬間から。偉いな、偉いな、鬼殺隊や。ちょっとお話を聞きたいのですが、いいですか。いいですね、この眼差し、真剣な眼差し、まっすぐのみたいな。ここにさとこさんは消えたんだ。おお、信じてもらえないかもしれないが。うん、急にパッと。信じます、信じますよ。うわー、嬉しいな。誰に言ってもそんな信じられんもん。おう、匂いか。うん、イケメンだな。てか本当になんか炭治郎くん、このまあプロローグつか5話までで変わったよな。まだらというか。おう、あ、消えた、消えた。変な感じだ。おう、あるようなないような。この子は一体何なんだ。うん、何のってねえもんな。鬼殺隊やで。
これ何なの？オーマイグネス。ふざけるな。わお、親子。下手だと。貴様。あなた、うわ、もうやめてください。親か。かわいそうに、ただでさえなんか打ちのめされてんのに、ぶちのめされるのはきついで、さらに追い打ちやで。かわいそうに、まあ親の気持ちもわからんでもないけどな。麺や、あ、逆から読むんか。麺や、ラーメン食いてえな。ブラジルだとラーメン食う機会あんまないんですわ。めっちゃ食いたいわ、ラーメン。俺めっちゃ好きやん。ゴミハッチンのラーメンとか美味しかったな。うん、俺ラーメンめっちゃ好きなの。お、探してます。もはや人なのか犬なのか疑いたくなるぐらいずっと匂いを、まあ、詳細言ってないからな。あの、僕鼻効くんですみたいな言ってないから、どういうこと、どういうことってなるやん。うん、本当に消えたんだ。信じますって。信じます。うん、そのために俺はここに来ましたから。うん、その言葉に迷いなき。まだ嗅いでる。まだ続けるのか。うん、はい。もうこんな時間だ。まあ鼻だよね、大事なのは。匂いが心配してくれるのは嬉しいが、あとは明日にして少し休んだ方が。彼以上に探してくれる。夜活動します。ここからだ。だから休むわけにはいかない。うわ、すごい。ここら辺にも新しい匂いを見つけました。本人以上に頑張ってくれてんだね。近くにいるはずです。頼りになるわ。あいつら。お、君はまさか。お、本当に、本当に鬼殺隊言ってはいたのね、軽く。なんて怖い。あいつらじゃあ他にもいるのかな。何体か、帰るようにしなさい。何体かいるのか。ではおやすみなさい。おう、うわお、次狙われる姉ちゃんか。これ回想じゃないやんな。あの姉ちゃんちゃうやろ。新しい姉ちゃんやんな。多分新しい姉ちゃんやん。なんか雰囲気がいいな、こういうなんか昔の家って。出てきた出てきた出てきた、下から出てきた。めちゃくちゃ綺麗な感じ、綺麗な感じだけども下にいる。おう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 、来てる来てる来てる。ギャー、帰れ帰れ。おう、ヤバス、とてつもなくヤバス。うわー、これ多分あかんやろな、あかんやろな。おー、出てきた。服だけ取って帰れ。今かけたつぼ用意しとって、あの取ってなんか売るなりなんなりして帰ってくれ。襲うな。さらわれた子たちはどうなったのかしら。怖。無事ならいいのに。ちなみに俺こういう真ん中で寝るのが無理やん。部屋い広い部屋、部屋広い部屋とか無理やん。怖いやん。なんかわかる、嫌なの。俺角とかで寝るタイプなんよ、必ず。壁際とかさ、壁際とかさ。いや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 ー、うーぎー、これ怖すぎ、怖すぎ、沈んでいく。これ息できるんですかね、これ。これ息できるんですかね。どこに連れて行っているの、これ。激術かなんか。どうしたんだ急に。おー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 、匂いが強くなった。一瞬で、うん、鬼が現れてる。おお、被害が出てるな。助かるか。飛んだ。おお、鬼の話。はい、鬼殺隊。おお、本当に。おお、本当や、安心せえ。かすげ、元のなんか運動力もあるわけだから、そこに鍛えた分が合わさってるわけなんでね。ここ今ここにいる。うわ、かっこよ。でも黒い刀かっこいいよな。2種類の匂い、それがノーマルって意味がわからんな。人間の女の人でもあるっすよね、なんか回収のあれ。どこにもいない。何にでも変わるとかの話じゃないもんね。そんな記憶もないもんな。おお、このアングルええな。 FPS 視点。おー、なんか2個になっとんな。匂いが一番濃い場所。おお、2個じゃないのか。ここだ。おおおおおお、出てきた姉ちゃん、姉ちゃん。ハオ、よかった、あよかった。これ助かったやろ、助かったやろ。怖っ。異能の鬼。血鬼術という特殊な術を使う鬼は異能の鬼だ。相変わらずの仮面や。そのような鬼とも戦うことになる。うろこ崎さんかな。じゃあ、うろこ崎さんじゃない、鋼塚さんや。鋼塚さん、うろこ崎さん当たり前。さらった女の人たちはどこにいる。これイヤホンで聞くとめっちゃ嫌な音。こういうなんか黒板のやつが無理やん。いや、
俺多分この時点で顔殴ると思う。うるせえバカ、スポーン言うて。やかましいね。この人を歯をギリギリそばに立っていてください。俺の間合いの内側うるさいね。守れます。黒板のあのなんかやらー、もうやめこの話。もう想像するだけで死ぬ。壁なら多分どこからでも出てこられる。はい、いい能力だ。ブルーノみたいなな、ワンピースの。空中からでも出てくる可能性がある。シェイプいないんです。そんな感じで。そうやな、この鬼は潜っている間も匂いを消せない。おお、いいですね。ってことは来る瞬間を狙えば。水の呼吸、この方いいね。おお、いっぱい来た。やべえ、影分身の術。2つの色があったけど、赤と黄色と。やれる。わお、おお、蜂の方。おお、うわ、かっこいい、かっこいい、すげえ、ズバーン言うて。行ったか、行ったか。いや、もうめっちゃかっこいいんやが。もう、エフェクトもまたかっこいいんだよ、もう。ええなぁ、で、炎は相変わらず。聞け。畑にしも炎にしも。人間を鬼に変えられる血を持つ鬼は、この世に、柵がやべえ。ただ、一体のみ。ぬお、今から1000年以上前、一番初めに鬼となったもの、初鬼、それがお前の家族の敵だ。さらにそいつならば妹を人間に戻す方法を知っているとわしは思っている。その鬼の名は、出た、アーティスト、ガクト。無残。違った、ガクトじゃねえ、ハチの方。滝つぼ。アーティスト、ガクト。似てんだよ。お、ロックな。すべての鬼の急所を外れている。オーイエー。途中で型を変えたからだ。いいサウンド。鬼物事無残。同じ匂い。基本的に鬼は群れないと聞いた。おお、群れないんだ。一人の鬼が三人に分散してるんだ。牛太郎とかあれじゃ兄弟だからか。三人の鬼を斬る。気遅れするな。必ず斬らせ。おお。鬼物事無残のこと。そこや。人間に戻す方法を。6話がなんか第1話みたいだな。やっぱ5話までがプロローグ。ここが1話って感じや。なんかボスも出てさ。うえい、クリヒト。いったねー。おお。おお、惜しい、惜しい。なんかいいな、この感じ。どんどん広がっていく感じやな。負荷を置いてきない。人を守りながらでは刀も思い切りは触れない。それが鬼殺隊やな。喋れるんかい。邪魔をするな。最初から喋れ。女の鮮度が落ちるだろうが。あ、鮮度。今その女は16になっているんだよ。早く食わないと刻一刻で味が落ちるんだ。キモ。ああ、連想、連想。死んでしまったつ。お礼よ。え、まあいいさ。こんな夜があってもこの町では随分16の娘を食ったからな。な、多重人格みたいな。肉付きがよく美味だった。俺は満足だよ。俺は満足じゃないんだ。俺を最悪だ。食いたいのだ。化け物、一昨晩さらった里子さんを返せ。その音やめろ。お前は喋るのんかい。こいつだけでも殺してくれ。バッと先に優先してこいつを殺してくれ。誰のことかね。わかってる。この収集品の中にその娘のかんざしがあれば。うわ、出るよ。最悪、最悪。めっちゃ可愛い姉ちゃん。あー、これ悲しいな。鬼クソ。こいつも悲しい過去あんのか。マジで悲しい過去あんのか、この鬼にも。なんかクソすぎてめっちゃイラッとするんやが。歯ぎしりうぜえし。歯ぎしりは寝てやれ。起きてやんなや。うわ、これはひどいね。おお、おお、今までで一番いいのいった。逃げるのが早い。しまった。おお、近づきすぎた。どうする。うわ、運動神経やば。裏3対1やで。おお、来た、3対2になった。ねえ、ズコちゃん。ねえ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 、ズコちゃん。人間の分際で鬼を連れてる。うわ、うわ、美しい。この姿、美しい。なんだこいつらは。剣士と鬼が連れ立って行動しているのか。かっこよすぎる。鬼は群れねえっつうからな。どういうことだってばよって感じやの。熱い。意味がわからない。じゃあ死ねい。わからんなら死ねい。おお、曲がっとんな。おお、ベイブレードかお前は。
回りすぎやろ。いつもより回っとりますってか。沈んで消えろ。沈んで消えろ。俺もこいつらめっちゃ嫌いやん。どんな悲しい過去があんねん彼らに。おおおうわー優しいな。うわーあーうわーもうなんか胸が痛いわ。ネスコ優しいの。気休めにしかならんかもしれんが、ネズコが眠っている間に、はい、私は暗示をかけた。お暗示。暗示とは。人間は皆お前の家族だ。お人間を守れ。おお鬼は敵だ。それでか。うわこれは熱い。よりだよね。もともとそうだったとしてもより、そう思う。鬼を許すな。うわかっこよ、かっこよ。マジでやばいわ。ちょっとなんか鱗滝さん何から何まで、ええー、ななんかやっぱ暗示っつうか、なんか 親としての願いも込めてみたいな感じになってんだよな。なんか第二の親といえばいいんですかね、鱗滝さん。ええー、なー。もうそれでなんか若い姉ちゃんをっていう、あいつらマジでお前らどんな過去があんねん。でどんな過去があったらあんな歯ぎしりすんねん。やかましいねもう本当に。ネズコの蹴りで助かったよ。ありがとう。いい蹴り、うん、ナイス蹴り。中から蹴っても壊れないなんて、うん、この箱すごく頑丈なんだな。ああそうか、それで入れたもんな、うんうん、でも箱の中狭くないか、苦しくないか。狭そう。兄ちゃんそのうちネズコのためにでっかい箱を作ってやるからな。息できなさそう、うん。あ優しい。ここで最強こそこそ噂話。なんだ今回登場した鬼、そのうるさい歯ぎしりは人間の頃からの癖らしいですよ。あっ癖かよ、ふざけんなよ。次回第7話キルティ無惨。それは夜やってるのか、それとも起きてる時にやってるのか、どっち。めちゃくちゃ嫌な癖。ということで、黒板のあの音が苦手っていう人はぜひともコメント欄に書いてください。最後のです。グッドボタン、チャンネル登録ボタンよろしくお願いします。また次回お会いしましょう。 See you next time!